あ、お茶がなくなった。お母さん、空のペットボトルここに置いておくね。はい。そういえば花子が小さい時はペットボトルに小豆やビーズを入れてマラカスを作って遊んでたわね。あ、覚えてるよ。透明で可愛かったよね。花子も空のボトルで小物入れ作ったことあるよ。あ、ペットボトルで思い出した。怖いお話が一つあるわ。え、何それ？ちょっとおかしな、こんなお話はどう？霊引いちゃった。車で心霊スポットに行ったら幽霊に追いかけられたので引きました。幽霊なのですでに死んでいると思うのですが、こういう場合ってどうしたらいいんでしょうか？というのも金曜日の夜、あまりにも暇だったので車に友人2人を乗せて地元で有名な心霊スポットに行ったんです。その駐車場は事情がもつれた結果、女が男を刺し殺し、女自身も焼身自殺を遂げたといういわくつきの場所です。あ、友人2人を A と B としますね。運転手は僕、 A は助手席に乗り、 B は後ろに乗っていました。コンビニでお菓子とジュースを買い、男3人で盛り上がりながら、だいたい国道を20分ほど飛ばした頃でしょうか。その駐車場に着きました。街灯があるので少し明るく、全然怖い感じはしません。全然怖くねえな。誰もいねえな。まあ2時まで待ってみる？時刻は1時半を回ったくらい。僕らは幽霊が出現する定番である牛蜜時まで待つことにしました。車の中で男3人盛り上がっていると、カリッと音がしました。何度も車の下からカリカリッと音が聞こえます。車の下、何かいる？わかんないけど、ひっかいてるっぽくない？その瞬間、ドゴンと下から突き上げるような衝撃が走りました。男が3人も乗った普通車なのに、僕は思いました。あ、もしかして気づかないうちに人を引いていたんじゃ。マッチョが下にいるんじゃないかな。いや、ありえんやろ。その間にもドゴンドゴンと車は揺れています。マッチョが苦しんでるかもしれないから、とりあえず確かめてみる。お前バカじゃないの？そんなわけあるか。ああ、本当にマッチョがいたらどうしよう。僕が車を降りようとしたその時、車のスピーカーから、とにかく帰ろう。フロントガラスに目をやると、顔から血を流した男が覆いかぶさるようにしてこちらを見ていました。やあ、おい、ちょっとお前、気持ちはわかるけどうるさいよ。正直鼓膜が破れそうな音量だったので、僕はとりあえず生茶の2リットルペットボトルで A を殴りました。そんなことをしている間に男はいなくなっていました。よくわかりませんが、ラッキーです。しかし一難去ってまた一難、今度は今まで静かだった B が、苦しい、殺してやる。お前もやかましいわ。僕は先ほど活躍した2リットルペットボトルで B も殴りました。お茶があるとこんな時便利なんですね。 B は倒れ、小さくうめきながら爪で座席を引っかいていました。僕はとりあえず2人を落ち着かせようと車内灯をつけました。しかしその時、何やら気配を感じ振り向くと、運転席の窓の外から炭のように真っ黒な顔をした何かがテラテラした目玉で僕を見つめていました。え、何これ？怖いし何よりキモかったので、僕は思わず窓を殴りました。その顔が一瞬窓から離れた隙にアクセルを思いっきり踏んで急発進、一直線に出口を目指します。しかしミラーを見ると、さっきのキモいのが頭と足の三つん這いで追いかけてくるのが見えて、多分捕まったら終わりだと直感し、一か八か僕はブレーキを踏んで急停止しました。奴がバコンと車体にぶつかったところで間髪入れずにバック。明らかに何かに乗り上げた感触がありました。
そしてまたアクセルを踏み込み、一目散に駐車場から逃げ出しました。ふう、助かった。帰り道、A はやや放心状態ながらも正気でしたが、B の様子はおかしいまま。ヘラヘラ笑いながらずっと何かつぶやいているのです。僕はコンビニに寄って、塩と表紙に人妻特集と書いてある雑誌を買いました。そして B を車から引きずり出し、頭から思いっきり塩をかけ、何すんの？正気に戻るかなって思って。雑誌を丸め、B を叩きました。スパーンといい音を立てる B。僕はこの時、4年前に貸した3000円をまだ返してもらっていない恨みも込めて殴りました。目を覚ませ B。3000円返せ B。いってえな。何してんだよ。おかえり B。B は僕の髪を掴んだあたりから何も覚えていませんでした。覚えていないなら座席に傷をつけたのも仕方ありません。でも3000円は返せと思いながら帰路につきました。塩が効いたのか人妻特集が効いたのかわかりません。今のところ特に害や異変はありませんが、お祓いに行った方がいいでしょうか。はい、おしまい。まあ心霊スポットに行った話の最後は大体後悔する結果になりますよね。なんとなくこの主人公はお祓いに行かなくても大丈夫なような気がするのは私だけでしょうか。面白半分で危険な場所に近づくのはおすすめしません。とにかく B さんから3000円返ってくるといいですね。おやすみ花子、皆さんも良い悪夢を。